ミモシンは、アルカロイド、異常アミノ酸である。チロシンと構造が似ているが、毒性があり、タンパク質を構成しない。オジギソウ属のいくつかの種やレウカエナ属のすべての種で、見られる。本化合物は、ロイセノールとしても知られ、ギンネムの種子で最初に単離され、後にアダムスラによって研究された。ミモシンは誘拐すると分解される。塩酸塩は、 摂氏174.5度から摂氏175.0度、中化水素ジ塩は摂氏179.5度、溶化水素ジ塩は摂氏183.0度から摂氏183.5度で分解する。ミモシンは一塩基ジ塩のみを形成するが、メチルエステルは二塩酸塩を形成する。ミモシンは分裂中の G1 気候器の細胞に取り込まれ、 DNA 複製の開始を阻害する。半数動物では、ミモシンは3、4ジヒドロキシピリドン、または2、3DHP に分解される。オーストラリア、パプアニューギニア、アフリカ、フロリダ等で中毒の事例があるが、その他の熱帯や亜熱帯の地域では記録はない。ミャンマーのヤギは、レウカイナ族を50%含む飼料を食べると、脱毛した。 ハワイのヤギや牛は反数することで 3,4DHP を分解することができる。このような体制の違いはミモシンや 3,4DHP に耐えられる腸内微生物がいるかどうかの違いに起因すると考えられている。少なくともオーストラリアのヤギはハワイのヤギが持っているような能力を持っていないことが知られている。ありがとうございます。